はい、こんにちは。行政書士で総裁カウンセラーのオケイです。今日は私の知り合いのフリンコちゃんっていうちょっと変わった名前を持ってるお坊さんなんですけどね、この写真に写ってる方、この方がなんと完全手作りのご覧のような紙芝居を YouTube にアップされてたんですよね。で、とっても面白かったので、でもね、お坊さんがこうなんか YouTube に物をあげるとか、まあ、法話とかはね、あげてらっしゃる方いるけど、ちょっと変わった趣向を凝らしたものを制作したり、それを YouTube に上げたりっていうと、なんか周りからえって思われたりするのとか、そんなようなお坊さんあるあるというか、ちょっと新しいことやってみてるお坊さんの日常を聞いてみました。ということでやってみたいと思います。このプリンコちゃんなんですけど、なんでお坊さんなのにそんな変な名前なのっていう、本当は増田俊光さんっていうきちんとしたお名前もちろんあります。この動画の中でも増田さんとか呼んじゃうんですけど、大道芸人としてのお名前っていうのがプリンコちゃんなんですよね。この大道芸人としての活動を同時にされてまして、小さい子供をお寺に呼んだりとかね、そういう時にとっても役立つんだと言って、布教の一環として大道芸人もされている方なんですね。なんかね、いわゆる大道芸人とか、そういう新しいもの好きの感じのお坊さんなのって思われるかもしれないんですけど、こういうね、真面目な活動もされている方で、自死自殺に向き合う僧侶の会という自死遺族の方とか、あとは自死念慮者っていうんですかね、そういう方々と相談に、お手紙で、往復書簡で、本当に丹念に手書きのお手紙でですね、相談に応じられるっていう、そういうお坊さんのネットワークがあるんです。宗派も関係なく、いろんな宗派の方が、しかも東京だけで50人以上とかいらっしゃると思うんですけど、他に関西、広島とかいろんなところにも支部ができていて、そういった活動どんどん広がってるんですけどね、そこの活動ももう本当に10年以上前 の立ち上がりの頃からされているお坊さんです。というわけで、とってもいいお坊さん、私は大好きなお坊さんの一人ですので、ぜひ聞いてみてください。おじいさんの家の壁という壁は埋め尽くされてしまいました。村の人たちはおじいさんのことをこっそり108ボンボンじいさんと呼んでいました。おじいさんは朝起きてから夜眠るまで108個のボンボン時計のメンテナンスに大忙し。ボンボン時計が一つなくなっているのです。オーマイブッダ。昔から絵本を作りたいっていうのはものすごく思っていて、はい、ただまあ絵本の世界って、私もよく知らないんだけど、完成品を持っていくんですって、出版社に。文章もついた、もう完成品を。だから、まあ、売れっ子とかになれば別だろうけども、今度こういうのをやろうと思うんです。じゃあ、お願いしますっていうんじゃなくて、はい、完成品を持ってってどうですかって言って、もう、ダメならダメで、はい、さよならっていう、そういう世界なんですって。そうなんですか。はい。だからもう、初めからできたものを持っていかなきゃいけない。だから、プロに頼んじゃったら、もうそのお金が先にかかっちゃうわけですね。そう。そうなんです。そうなんです。はい。うちの宗派の大先輩で、新潟県の長岡の住職で、はい、諸橋聖子さんっていう方がいらっしゃるんですよ。はい、で、そうそう、はい、で、その方が、まあ、絵本も書いてるんだけど、その紙芝居たくさん作ってて、はい、で、私の知り合いの、図書館の師匠をやってる人が、ね、諸橋聖子さんとか言って、だからもう、そういう業界では有名な人なんです。うまあ、だから、まあ、そういうのすごくいいなと思ってて、ね、で、まあ、自分もちょっとやろうかなと。紙芝居っていうのもいいし、あと、なんていうの、このコロナでご自宅からいろいろ発信されているお坊さんは増えたと思うんですけど、やっぱりね、斬新だった。増田さんの場合は伝えたい、なんて真面目な話になっちゃうけど、伝えたいものがもともとあるじゃないですか、はい、本も出されてるし、で、お釈迦様のものの見方みたいのを伝えてくれるお坊さんだと思ってるので、だからいいんですよ。ははは、だからいいって言ったら変だけど、ははその、なんだろう、独居してるところそのまんまオンエアされてもね、
あのシチュエーションがわからない。一般的に。あ、はいはいはい。これを見てなんか厳かな気持ちになればいいの、うん、とか、やっぱりオンラインで配信されているお坊さん方の活動ってやっぱり1回でいいかなみたいなものは多かったりはすると思うんですよ。だけど紙芝居っていうのは繰り返し見たいし、はいはいはい、うちも3回ぐらい見てるし、なんかいいなって。いや、あれもうね、あの書いててもう、あ、で書いたのはねだいぶ前なんですよ。あ、そうなん、最後の方とかやっぱりもう疲れてきちゃって、うん、あのセリフばっかりになっちゃうんですけど、あ、本当はもっと後半もうちょっと枚数増やさなきゃなって思ってるんですけど、うん、はいはい、でもなんか YouTube は同じネタを出し直しても結構誰もブーイングしないのでいいらしいです、はい、前の綺麗にしましたとか言うと、はいはいはい、あれはでも中高齢の人に絶対見てほしいなって思ったんです。あ、はい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 、若い頃思い出しつつ反省したりとかね、あ、物の見方が変わったりとか、はいはいはい、そう、でもあえて子ども向けっていう風にしたかった理由ってあるんですか？あ、それは別にあのいつも私あの例えば本書いた時も子ども向けって言いながら大人に向けて書いてるし、あ、確かに、それだけです。あ、そういうこと、はい、大人向けって言えるほど私まだあの精神が成熟してないのでだからそういう風になっちゃいますけどね。なんかあれでも YouTube で子供向けになってると何かができなかった、ね、コメントができないんですよ。そう、コメントもできない。だからね、私後からね、あれやめました、子供向け。あ、そうなんですか。今行けばじゃあちゃんと大人向け、はい、やっぱりあの今だったらコメントできます。で、あ、そうなんだ、そう、あのいろいろ動画とか見るとすごくいい動画なのになんか変な人が文句つけたりとかするじゃないですか。でもまあ私それ好きなので、はいはい、あのそういうのも、まあ、全部吐き出してもらいたいと思い、そうですね、それに対する問答が結構面白い、はいはいはい、なんかそうお坊さんの SNS ってあのこの切り返し方のところが一番勉強になる気がします。あ、はいはいはい、なんかネルケ無法さんとかが結構クソ真面目に返してるんだけど面白い、はい、はいはいはい、はい、いつも読んじゃう、はいはいはい、そもそも時計をあんなにコレクションしてる絵柄はどこから浮かんできたんですか？あ、それは何だろう、いや別にあんまり深く考えてないです。あ、ただ浮かんだ、あの108ボンボンじいさんっていう名前は、うん、なんかねあのお風呂入ってるというかなんか考えて、あ、こう面白いと思って、うん、ああ、煩悩じゃなくてボンボンっていうのがいいなっていうふうに思って、でね、あの私よくお風呂入ってる時にぼーっといろいろ考えて次こういう法話しようかなとかいろいろ考えるんですよ、大抵忘れちゃうので、あれも紙芝居もね絶対シリーズにしようと思ってたはずなのに何書こうとしたんだっけなって、別にメモもないし、まあしょうがない、まあ大したことじゃなかったのかな。やっぱり最低でも3つはやんなきゃって思ってあと2つぐらい、だから煩悩となんとかとってあったはずなんだけどな、やってほしいです、忘れちゃいました、はい、そうなんだ、そっか、なんか今度、はい、あのやぜひスマホを防水っていうかあのプチプチ袋に入れてお風呂に入って思いついたことを声でメモしておくとかね、はい、いいですね。いやいや、まあまあでもね、忘れちゃうっていうのはその程度のことなのかなと思って。あ、そうか。まあただなんか全国にもっとこういうお坊さんが増えたらいいのにって思うんですけど、何がハードルなんだろう皆さんは。うん、ハードルね、やっぱりね、なんだろう、こういうのって残るじゃないですか。はい、で うちの宗派は本当にありがたいことに自由にやらせてくれるんだけど、やっぱり浄土真宗とかああいうところってなんかね、あのご中心があるみたいなんですよ。そう、なんかあそこの人こういうことやってますよみたいな、はい、だからやりづらいみたいですね。なるほどね、真言宗だからっていうことがあるんですね。いやいや、うちはもうとにかくあのほったらかしなので、いや私なんかあの嘘つきだから、もし例えばなんかその地域のドンみたいな人に、お前なんかいろいろやって、まあそんなふざけんじゃないぞとか、あ、すいませんした、もう二度とやりませんって言って普通にやっちゃうから。まあそこ大事ですよね、ひょうひょうとするっていうこと、で、何回か注意してもやまなければもう諦めてくれたりします、ね。うん、で、なんだろう、あ、前その先輩の住職に言われたことあって、先輩の住職に言われたことあって、君の強いところは、
なんだろう、目の前に人参ぶら下げられて、人参があってもそれに食いつかないから、ああいう人たちが一番あの厄介なんだよ。ああ、そうか。だから俺の子分になれば、あのこういうポストつけてやるぞとか言われても全然そんなにいかないじゃないですか。はい、まあ、興味もないし、はい、だからでしかも別にお寺も大きなお寺でもないし、何の影響力もないので、うん、はい、っていうのはありますけどね。いやでもそこか、やっぱりだから個人個人の資質っていうのも大きいってことですよね。なんかもうそう、増田さんにインタビューして、なんかいつもプリンコちゃんって呼んでるのに増田さんとか言うと固くなって、はいはい、まあどっちでもいいですけど、はい、まあいいや、そう、あの増田さんの心の内を聞き出すことができれば、もうちょっと勇気を振るって SNS とか YouTube で発信する人は増えるかなって思って企んでこれをやってるんですけど、結局大元ですよね、はい、素のところですよね。まあ増田さんからは言いづらいんだろうけど、いやっていうことがなんかもう分かってしまったので、まあ無理な人はもともと無理だからやってないだけだなみたいな。まああとまあほら、うちってその寺自体が暇なので、あのこれでね、あの月に10件とかお葬式あるようなものすごいところもあるじゃないですか。そんなことやったらもうそれ日々のそれやってるだけでね、別に新しいことってできなくなっちゃうので。そうですね、はい、あのあ、元はといえばその紙芝居一つしかやるつもりなかったんだけど、あ、なるほど、これがね、チャンネル登録してくださいってやつなんだっていうこと、ようやく分かって、あ、なんだ、別にこんなのすぐできるなと思って、ただまあ、それほど、あとね、法話とかっていうのを、なんかね、まあ一応やりましたけど、あれは僧侶の会で順番にやろうっていうふうになったので。はい、あの昔朝の番組そっと後押し今日の説法ってあれ90秒だったんですけど、あのわずか90秒の間ですらいろんな方向から撮ったり別の画像を差し込んだりとかしてんのに、あ、確かに、あの5分とか10分とか下手したら30分とかをずっと前向いて喋って、あれは耐えられないよって。確かに、そうだよな、だからいろいろ置いたんですね、ぬいぐるみ、はい、あれは面白い。そうです、あの絶対見ると、あっ って で、2回目見たときに、あ、奥にもいるんだとか、絶対なるだろうなって、はいはいはい、それだけです。私、お坊さんからお手紙とかいただくと、必ず1個か2個は知らない言葉が入ってるね。で、辞書とか引いちゃうんだけど、はいはいはい、で、若いお坊さんでも大概使ってくるの、その難しい言葉。はい、日常生活で絶対使わない表現、あ、熟語とか、はいはいはい、別に禅のお坊さんだけじゃなくて、いろんな宗派の人がみんな独特なそういう用語を使ってくるんですよ。なのでちょっとそのお坊さんの語彙力についても語ってもらえたらなとか思って、増田さんでもそんなに難しい言葉使わないもんね。いや知らないですからね。知らないですから。でもお仲間のお坊さんって使いません、あの文章だと、メールとかだと今言って、手紙だと、禅宗の方が一番難しいですね。そっか、やっぱり流山の曹洞宗のお寺に行った時に、はい、あの行ったらそこの中座って、まあ、法事に来た人がそこにまず座るんでしょうね。で、はい、本日の流れみたいに書いてあるんだけど、ね、それ読んでも同じ坊さんなのに全然わかんないですよ。何なんだろうこれはっていう。あ、用語がってことですか。用語が、あと、まあ、私の場合あの真言宗武山派で、宗務所が、東京にあるんですよね、五国寺に、はい、それが関西にある宗派はね、やっぱり違うんですよ。ああ、なるほどなるほど。で、だからうちの特に真言宗武山派とかって見れば、字を見ればなんとなく意味が分かっちゃう、うん、だけど向こうの京都の方のに、まあ、本山があったり宗務所があったりするのって字を見てもなんだかよく分かんないんですよ。ああ、確かに。何なのかな。はいはい。あの、例えばですけども、私たちあの、法要をやって、でその後に お坊さん同士何十人もやって、で、まあ、その お礼をいただくわけですよ、はい、お礼、まあ、あのお布施ですけどね、そこにはね、はい、法礼って書かれるんです。法律の方にお礼の礼で、法礼、はい、法礼で、はい、本日のご法礼ですって言って、はい、法要にあの拝んでくれてありがとうございます、法礼っていう、はい、まあ見ればわかるじゃないですか、法要のお礼だなって、はい、だけど向こうではね、達心って言うんですよ。あ、言います、確かに。
タッシンって初め言われた時、何だか分かんなくて、今からタッシンをお渡ししますって言って、はい、なんだと思って。聞いたことあります。だって、あんな字絶対使わないですもん。はい、あの口辺に、友達の立ち、で、はい、口辺に新しい、はい、で、タッシンって言うんですよ。そんな字使わないですし、タッシンをお渡ししますって言って、何だろうと思って、で、部屋に帰ってみたらお札が入ってるんですよ。あれ、お金だと思って、何これって、あ、なんだ、全然今そんな風に思わないで受け取って、あ、なんだなんだと思って、あと手紙かなんかかなと思って、部屋帰ったらお金で、あれって思って、お父さんですらびっくりする語彙ってある、びっくり、はい、なるほどね、はい、そうそう、あの、今日の夜、あの、ご法事が入ったらドタキャンになっちゃうかもしれないっていう意味のことを、あの、やんごとなきホームが入ったら失礼させていただきますとかって普通に言うと思うんですよね、お坊さんって。あ、はいはいはい。で、それって私は分かるけど、普通の人だと何のことだか分からないみたいな、このレベルですよ。はい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 。そう、あの、ご法務っていう字は別に難しくないけど、法律の無駄だ、みんな読めるけど、でもやんごとなきご法務って何って普通の人は。ああ、そうですね。まあ、でもそれは何だろう、ある意味業界用語みたいなもんじゃないですか。あの、警察の人がその特別な言葉使うじゃないですか。あの、手錠って言わないで、おい、わっぱ持ってこいとか。なるほどね。そういう、あんまり普通の人には言わないのか。私が総裁関係者レベル。ああ、そうですね。そういえば、そのご愁傷様ですも宗派によるらしいですよね。あ、ご愁傷様はいいけど、ご冥福は浄土真宗だとダメとか。ねえ、大変ですね。大変です。それ覚えられない。そう、実は、浄土真宗の場合は、あの、お念仏申し上げますとか言うのかな。うんうん、確かに。あと、なんかしないけど、バーって書いて、最後、10年とかね。あります、ね。浄土宗。そうそうそう。必ずそういうの入って、まあ、わけわかんない人、なんだろうって思いますけど、そういうのとかね、ありますね。でも、その宗派によっても全然違うから、お坊さんでも他の宗派だとわかんないっていうところは、いい知識でした。はい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 。そうですね、こういうことがね、知りたいの、一般の人は。だってほら、あの、嫁いじゃって自分の実家と旦那さんの宗派って大概違うから、ちっちゃい頃から自分の寺でこうしたらいいよって言われた通りのお数珠を持って、こうしたらいいよって言われた通りのお念仏を唱えてるのに、結婚した後、義理の両親の葬式とかに行くと怒られるわけですよ、はい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 、お坊さんから、なんだそんなとか、うちは南無妙法蓮華経じゃないとかね、なんかそれはそれぐらいはちょっとググっていこうよって思うけど、はいはい、でも普通は知らないですよ、そういうことで仏教嫌いになっちゃう人すごいいっぱいいるの。あ、それも残念なことに、あの、お仏さんに手も合わせたことない人だったら最初から分かんないっていうから、間違ったこともしないから怒られないんですよ、うん、でも、あの、実家で育ってる家庭で親御さんがちゃんと毎朝仏壇に拝んでた人とかはそれを真似て覚えちゃってるから、うん、違う宗派で違うことやるとすごい叱られるのね、うん、だから仏教心のあった人をすごく逃がしちゃってるのが今の伝統仏教宗派、はいはいはい、だから、まあ、そんなことはね、うん、マスリーには言わなくても分かっちゃいると思うんだけど、いやいやそれをだからもう YouTube を見ている他の宗派のお坊さんに伝えたい。うん、そうだ、たまたま明日、埼玉の三郷の住職と、はい、会うことになってるんですけど、その人とね、その人もあの在家の方なので、はい、前言ってたんだけど、私とか今あの、家庭菜園が大好きで、ね、お寺の庭だから自邸菜園って言ってるんですけど今日もね、朝起きてね、あの、今日はね、モロヘイヤを植えました。モロヘイヤを植えて、そう、あと今オクラも育てて、まあ、それはいいんだけども、で、すごくありがたいなっていうのは、あの、普通これあのサラリーマンになって東京都内のマンションとかに住んでたら絶対できないことなんですよ、うん、だから他のお寺とか行って、こんなね、なんか草ぼうぼうの場所あるんだったら畑にすればいいのにとかすぐ思っちゃうんですけど、でだからそこの住職とかも言うんだけど、だからそういう広い敷地に住んでるとか、そういう歴史的ななんかそういう趣のある建物とか、そういうのの価値が分かってないよねって、うん、は言いますね。だから案外、だからその広いお寺に住んでる住職とかが、いや、あのタワーマンションに住みたいとか、だから隣の芝生は青いなのか、だから自分がどういう立場にあるのかっていうのはあんまり
生かしきれてないのかなと思います。確かに確かに。だから一回お勤めに出られた方の方が価値は高まってる気がしますよね。お寺なりの特別な世界だからできるみたいなところは掴んでらっしゃる気がしますよね。はいはいはい、はい、うん。まあでもどうなるんだろうなって、まあなんかちょっとまたね東京都の感染者数も多いからあ、はいはい、だろうなとは思うんですけど、ええ、そうだから全国のお寺さんがやっぱりご法要が減っちゃったからどうしようどうしようって言ってたり、またまあ解除になったからまた大丈夫になるかなとかね、こう波打ってるっていうか、その世間の人と同じように不安になって同じようにちょっと緩んでっていう風になってる状況で、うん、なんか違うなって私はずっと思ってるんですよ。なんか常に世間の波と逆を言ってほしい、むしろ、まあうん、わざわざ逆になる必要もないけど、なんていうの、波が最終的にはこう中道っていうか穏やかなところに行くようにするのが仏教だと思うので、うん、反対をやってくれた方がいいんだけどって思っちゃったりするんですよね。だからせめてね、うん、紙芝居は真似できると思ったので、別に紙芝居である必要はなくて手書きでなくてね、得意じゃない人は写真撮ってそれでもいいわけじゃないですか、はいはいはい、それを切り張りしてそれにセリフつけて紙芝居帳にすることも動画だったらできるし、何でもできるし、で似たようなことをインスタグラムでやってる知り合いのお坊さんもいるのね。なんか花言葉みたいの毎日一個ずつずーっとやってて、もう3年間ぐらい。はいはいはい、でもインスタのフォロワーが5000人とかなってて、うんうんうん、これでいいじゃんみたいな。で、年末にその人の場合はすごくって、その365の花言葉を、あの厳選したカレンダー作ってるんですね、自費で。自費で作ってて、はいはい、ご希望の方には郵送しますって言って、それで無料でお配りしてるんですよ。うんうん、そうすると普通無料じゃ申し訳ないからって言って、うん、包んでくれるんですよね、現金書きとか。しかも住所が分かるから、うん、その後その方は、一般社団法人でその被災地に桜を植える活動もされてるから、一ノ瀬の人なん で、もう家にいながらにして沖縄の人とか北海道の人にも布教できてるっていうことなので、こういうことだと思うんですよね、はいはいはい、でも増田さんの場合ってどうなんですか、その辺のこうお寺じゃない、お寺に来れない人にも布教したいっていう気持ちもあったりする。どうだろう、まあ、私の場合でもやっぱり一番は地域なんですよね。地域に住んでる人がもっと気軽に来れるような場所にしたいなっていうのは来てると思いますけど結構、まあ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 、どうなのかな。実際紙芝居とか YouTube チャンネルのことはお檀家さんも知ってるんですか。あ、一部の人は知ってます。 あとはなんかね、たまにこうお盆に行くと、はい、なんか見てますよとかね、いや、なんでそれこっそりみんなやめてよとか思いますけど、はい、そういうこともまあ言われますけど。なるほど、はい、なるほど。じゃあまずお檀家さんは全員見てるっていう状態ではないんですね。そうですね、だって、うちからその手紙を出してたって、うん、見てない人は見てない。まあ、確かに忙しかったりするとね。で、私ちゃんと毎回ね、手紙に一応課長の名前を書いてるけど、はい、これはあなたに出してるんじゃなくて家族に出してるんですよって、あなたに一通じゃなくて家族に一通ですよって言ってんだけど、はいはい、まあ多分おじいちゃんおばあちゃんしか見てないんだろうな。そうなんですよね。でも、うん、その若い世代の人にお寺に興味を持ってもらうにはすごくいいと思うんですよ、やっぱり、はいはい、SNS にしろ YouTube にしろ。あ、そうだ、うん、前私話急に変わりますけど、すぐれさんに言ったかもしれないけど、私が今一番自分で自画自賛してるのが、なぞなぞの話しましたっけ。なぞなぞやってましたね、壁になぞなぞ。うち本堂の裏の方が今メインストリートみたいになっちゃって、はい、でそこ小学校の通学路なんですよ、はい、でそこにだからね毎月なぞなぞを貼ってんですよ。で、うん、答えは本堂に。あ、で入ってくるんですか。入ってくる。で結構ね入ってくるの大人が多くて、ジョギングしてる人とか散歩してる人とかがこう、ね、ほらやっぱりそうだったとか言ってこう見に行く。あれはおすすめですよ。すごいいいですよね。あれは一番簡単ですよ。密にもならないでお寺に入ってもらえるし、はい、すごくいいです。なぞなぞはだって本一冊買えばもう一生分ぐらいのなぞなぞあるので、うんうんうん、それをただやってるだけ。あれはおすすめです。なるほどね。いや、そういうちょっとした発想なんですよね。あ、ちなみに
あれプリンコちゃんってチャンネル作ってましたっけ。あ、プリンコチャンネル、はい、私オケイで作ってるので、はい、増田さんって呼んじゃいけなかったよく考えたらみたいな。いや別に何でもいいですけど、私もすぐれさんじゃなくて一応オケイですで出てるので、はい、オケイさん、まあどっちでもいいや、はい、はい、そう、なぞなぞね、そう、そういう手軽なところでいいので、はい、もういろんなお寺さんにどんどん真似してほしいから、そういういい事例はどんどん紹介していこうかなって思ってます。あとですね、今回のコロナで、あれは どこか 何町が出したんだか、まあ、政府が、はい、レストランとか食堂とかで店の前の道路を使っていいみたいなのを出したじゃないですか、うんうんうん、そう、あれなんかね、お寺なんかすごくいいじゃん。だからお寺の周りのこうずらーっと長い壁のところにね、ベンチを1個置くだけでいいと思うんですよ確かに、はい、でベンチ1個置いて、でそこにね、正座性って言ってね、これもお布施の一つなんですって書けば、はい、布教になると思う。ああ、いいかもしれない、はい、そうです。私も何かね、せっかくだからやろうと思ってるんですけどね、はい、ちょっと道路に出ちゃうっていうやつ。そうですね、はい、何でもできると思うのになかなかね、なんか皆さんやらないですよね、はい、まあ、お寺の活動とかちょっと話がだんだん広がっちゃいますけど、お寺の活動とかでね、よく言われるのが、赤字になるでしょうとかってすごく言われるんですよね、うん、でも別にね、赤字にならないんですよ、うん、いや例えばですけど、うちで毎年小学生のお泊まり会やってるんですよね、はい、で何をお金使うかっていうと、ほら流しそうめん、だけどそうめんはね、全部いただき物なんですよ、はいはい、私が流しそうめんやるっていうふうに言ってるので、うん、檀家さんがそうめんくれるんですよ、うん、で絶対もう子供たちが食べきれないぐらいの量になるので、それはあとは全部うちの家族がいただいてるんですけど、はい、あんまりね、だからそのお金のことって考えなくていいと思うんですけどね。そうですね、で今回の違いますよね。で今回のコロナで法事少なくなったとか言うけど、じゃあね、法事が少なくなって近所のお寺の住所が餓死してるって全然聞かないので、そんなことないんですよ。で、なくなって本当にもうお寺がカツカツになったらみんな考えるでしょ、何か。うんうん、ああ、そうか。そうですね。本当に餓死しそうになったら。うん、でもしないです。だってうちみたいなちっちゃいお寺だって私ダイエットしてんですから。全然そんな食えないなんてないですよ。そうですよね。いや、だからまあそんなに、だから言ってるほど心配しなくて大丈夫ってことですね。逆に、うん、まあ、そこまでどん底まで行けば、うん、みんな考えてくれるからチャンスだぐらいに考えてくれますよ。プリンコちゃんのところはそのいや別にうちはちっちゃなお寺だしってはっきりおっしゃるじゃないですか、はいはい、でそれで全然そのきらびやかにすることを求めてないよっていうのももう示されてるからわかるじゃないですか。ところが都心でお檀家さんより3倍ぐらいの値段のする車にお乗りになられてて、もともと奥様とかもすごくピチッとこうね、綺麗な服装されてた方がお金がないとは言えないんですよね。うんうんうん、だからそこのギャップってすごく大きくて、もともとがあるべきお寺の形になってないので、もうそのお寺はこういう世界中が不景気になる時って本当は真っ先に助けてもらえるはずなのに言えなくなっちゃうっていうのはあるんじゃないかなって今思いました、うん、だって普通じゃないもん円筒寺さんは、うん、普通なんですよ。その昭和の頃のお寺像からすると普通なんだけど、今の一般の人が思うお寺さん像からすると普通じゃないですもん。敷居も高くないし、うん、金持ちぶってないし、うん、あ、敷居、私ディズニーランド大好きなんですけど、ええ、ディズニーランドってね、敷居を高くして成功してるんですよ。そうです、そうです。ここは特別な場所なんだぞっていう。はい、はい。なるほどね。はい、もうだから、うちもね、敷居の高い寺にして、で、入ったら、もうここはね、仏様のね、浄土なんですからね、というふうにしたいなと思って。なるほど。まあ、でもその雰囲気はありますよ。空気は全然違いますもん。お庭までは普通なんですよ。でも建物入って客殿のところは空気違いますから大丈夫です。ご本堂まで行かなくてもだいぶ空気違うと思うので。銚子の方の満腹寺って私昔一回だけ Facebook で紹介したけど、犬吠埼のところにある、はいはい、あれ真言宗じゃないっけ、違います、
何州だっけ、長子の方はね、あんまりないですね、武山派は。あの、武山ではなかった。かもしれないですけど、武山ではないです、ね。ではなかった。なんかでも、江戸時代は修行道場だったみたいな格の結構大きなお寺なんですけど、もうね、レジャーランドなんですよ、中が。なんか仏足石を踏んで歩けるようになってたりとか、はい、あのお賽銭箱ね、1000個ぐらいあるんですよ。あの、なんていうの、たくさんの仏像がバーッと廊下に並んでて、その一個一個の前に全部ちっちゃなお賽銭箱が並んでて、で番号がついてて、で入り口でおみくじみたいの引いて、 あなたは今日は何番のところに行ってお願い事をしなさいみたいになってて、信号っぽいでしょ、だから。でその何番のところに行ってお賽銭みんなするんですけど、行くたんびに違う番号のところを拝めるから何回でも行けるんですよ。あ、しかもね、中に五重塔みたいなこう高い建物があって、そこは螺旋階段で上がっていくと、はい、カラフルな文殊さんと普賢菩薩がいらっしゃるんですね。それで窓がこう結構こう、あの180度ぐらい開くような、なんかこうなんて展望台みたいになってて、で犬吠埼だから見えるんですよ、その海の景色が。でずっと今度螺旋階段下っていくと、はいはい、無彩色になっていくんですね。あの黒一色の仏像ばっかりになっていって、うん、納骨像があるんですよ。だからこう、うん、あの極楽となんかあのその弔いの世界みたいなのと、うん、なんか両方精神はあちらに行くけどお骨はこっちに行ってるんだねみたいなね、なんか立体構造になってたりしてすごかったです。ですね、あのお寺に来て、前なんだっけな、大阪の宝楽寺っていうお寺があって、ね、法律の方ですか、法律の方に楽しいの宝楽寺ってあって、住職小松陽雄さんって言ったけど、その方と話した時に、はい、お寺に来た時にね、何か、体を動かして帰ってもらうようにしてるんだって言って、うん、はい、例えばマニ車があったりとか、はい、あとこう例えばあそこのお寺にはなかったと思うけど、こう例えばでっかい数珠があってこうパチ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 こう鳴らすのとか、ああいうのとかあって、そうですね、で、あ、これうちもなんかやろうって思って、てるんですよ。で、あの武山派の横浜のお寺で極楽寺ってあるんですけども、はい、そこの市橋豪潤さんって会ったことあります？ああの、分かります。市橋さんのね、実家で、あそこはね、あの108マンダラ道とかいうのがなんかね、あるんですよ。108メートルの、はい、あのお散歩道が境内にあって、まあ広いお寺なので、で裸足でね歩くようになってるの。あのほら、こうちっちゃい石とか埋め込んでいてててててって、あの壺を刺激するのがあるじゃないですか、はい、あれがね108メートルあるんですよ。へえ、それすごいですね。はい、へえ、あれマンダラ遊歩道だ。マンダラ遊歩道、そう、あれ鎌倉の極楽寺とは違う。あ、違います違います、はい、横浜なんですけど、はい、私もなんかそういうのいいなと思って。いいですね、はい。何かこう来たらちょっと体を動かして帰る、うん、あれはいいですよね。あ、今なん、あのヘルシーテンプルとか言って お寺と健康とって言っていろいろやってる人もいるじゃないですか。ブッダさんがね、はいはいはい、なんかねそこら辺は思いますね、うん、はい、なるほど。いっぱいアイデアをいただいたので、あの固有名詞をほにょほにょってしながらご紹介できたらなって思ってます。はい、はいはい、ありがとうございます。なんかあんまり紙芝居の話を具体的にいかなかった、ね、はいはい、最後にもうちょっと聞いておこうかな。はい、続編はじゃあ結局まだ作る予定はない？ああ、まあでもそこまで言われたらなんか作りたいなと思いますけど、そうですね、まあ、あの少なくともやっぱり3本はやんないと。はい、ぜひぜひ3本は見たいです。はいはい、なんかもうあの、うん、見たいです。あのプリンコチャンネルは見たいですので、はい、まあ、やってください。はい、あんまり忙しくなる前に頑張ります。はい、そうですね、ぜひ続けてほしいと思います。はい、なんかね、やっぱりこう いいものを作ろうとすると大変なんですよね、うん、別に良くなくてもいい。そう、あのね、良くないとは言わないけど、あの手書き感が良かったの。はい、あれをちゃんとイラストレーターに頼んで作ってもらっちゃうとちょっと違うかなっていう気はする。やっぱり自死対策をやってる、はい、広島の住職で和田龍恩さんという体でっかい方いるんですよ。あ、はい、であの方がね、オフィス街にあるお寺なので、掲示板をね毎週書き換えてるんですよ。はい、で
和田さんが言ってたんですけど、毎週書くからものすごいいろんな言葉を選ばなきゃいけない、うん、だから自分の中で70点だったらもう OK にしてるんだっこれ100点のものを出そうとするとね、うんうん、大変なんですよ。そうですね、まあ、これでいいかなっていうのだからもうどん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 書いて、その代わり週に一遍公開、はい、なるほどね。私もあんまりそのクオリティを求めずにですね、うんうん、70もいかない、60点ぐらいで頑張ろうと思います。いやいやいや、いいと思いますそれ、はい、そう、じゃあちょっと最後に確認なんですけど、はい、その、はい、まあ、マジックで書き殴ったにしては絵心もともとあったような気はするんですけど、なんか練習されたりとか、ちっちゃい頃から絵が好きだったとかはありますか？ああ、なんだろう、ほら、私って学生時代からずっと物を描くのは好きで、はい、で学生時代は月刊増田っていうのを作ってたとかいう話をしました。知らないです。大学生の間ね、毎月ね、月刊増田っていうのを作ってて、で同人誌みたいなの、そうです、コピーして友達に配ってたの。あ、じゃあもともと描けるんですね、文章も絵も。で、それに、まあ、そう、イラストは全部自分で描くので。なるほどなるほど、ああ、わかりました、はい、それでまあ、好きなんですよ。で、その月刊増田ってね、全部でね、50何号まで出したんですよ。すごい。まあ、だから慶応行ってる間ずっと出してて、その後大正大学に行っても出してたので50何号まで行って、でそれをね、1号からその最終号まで全部持ってる人は一人しかいないんですよ。それがうちの家内なんですけど、なるほど、今そういうお家なんですね。すごいすごい。そういうお家なんですきっとそうだろうなとは思います、ね、私ですら全部持ってないのに。いいお話でした。はい、はい、まあ、でもお坊さんって別に絵に限らずいろんな特技を持ってらっしゃる方多いので、まあ、もちろん筆が達筆な方もいらっしゃるし、何がしか毎日何かを発信するっていうことはしてほしいと思いますよね。というかそのね、はい、私はこう思ってるんですよ。お坊さんってケレン味がなきゃダメだし、アートディレクションの才能もなきゃダメだし、なんていうかこう伝えたいっていう気持ちがあれば才がなくても伝わると思ってるんですね。だからその手書きのご住職がご自身で描かれたあの絵がいいって思ってるんですよ、うん、だってイラストレーサーさんに頼んだら伝わらないもん、その伝えたい気持ちが、うん、でその布教したいなり、そのお坊さんっていうかお釈迦様の教えを、なんかこんな苦しんでる人になんとか知ってもらいたいって思いさえあれば、拙なくてもやってるうちに上達するし、だってお当場の字がそうじゃないですか。そうですね、その頃すごく、うん、全然もう人に見せたくないみたいな字でもだん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 こなれていくわけだから、やっぱり回数だと思うんですよね、本当に。でそういうことをもっといろんなお坊さんに、もう決められた儀式だけやるんじゃなくてみたいな、ね、ことを思いますよね。なんかでも誤解多くないですか、宗派の中で。あ、でも天台真言とかはそうでもないのかな、新しいもの好きな人多いのかな。なんかお寺って伝統を守るものだからみたいな大誤解をされてる方が結構。ああ、まあでもまあそういう方も必要だと思うので、はい、その文化財としては伝統を守ったりしてもいいと思うけど、その教えの中身ってどんどんフレッシュになってなきゃ意味がないっていうか、伝わるわけないじゃないですか。はい、なんかコロナの状況にも応じて何か新しいことは伝えなきゃいけないと思うのに、なんか伝統的なことだけやってなきゃいけないみたいな風に勘違いをされてる方が結構多いのかなって思っているので、そこはちょっと違うみたい、違うっていう。私なんかよりもずっと若い人なんかにもそういうこと言われることあります。例えば飲み会とかで、20代の坊さんとかに、はいはい、増田さんがやってるそういうのはね、そのなんかおかしいんじゃないかみたいなことを絡まれることとかあって、あるんですね。でそう、新しいことやると、どう、え、じゃあさ、じゃあ聞くけど、お大師様はさ、うん、真言宗始めた時に歴史とかなかったわけじゃん。じゃあお大師様はどうやってやってたと思う？うんうんうん、ちょっとね、詰まっちゃうんですよ。本当ですよ。だからお遍路さんのだってプロデュースじゃないですか、もうまさに、うん、ね、こう日本の杖を持って歩かせるって、あれがだってもう認知症予防らしいですよ。右左って出す、なんていうの、日本の古武道だとみんな右右左左じゃないですか、はい、あれをやると認知症予防になるらしいんですよ。あ、はい、
あの要はなんていうの、逆足と手を逆にすると否定しちゃうので、左の頭で思いついたことを右側の動きで消しちゃうから、軍隊式の歩きで、あの命令に従う頭になるらしくって、だからその右右左左だと常々新しい発想ができるっていうのは、多分お大師様はご存知で、それでそれをプロデュースしたんじゃないかっていう、いう話もあるんです、本当に。だからね、もうプロデューサーじゃなきゃいけないと思う。もうだから新しいものをやって、で、まあ、ダメなものは自然となくなっていくので、はいはいはい、そういうことですよね。東京 FM の、 あの山下達郎のサンデーソングブックっていうのをよく聞くんですよ。今もやってる番組なんですか？やってます。あの日曜日の、ね、午後やってるので、法事が終わった後に、あの討伐とか書きながらラジオ聞いてるんですけど、あのでね、でそうするとね、あの若い人がこう山下達郎に言うんですよ。山下さんの時代は良かったですね、今はもうくだらない歌ばっかりですみたいなことを言ったら、したら山下達郎が、あのどうしようもない歌は、あの年月が経つとなくなっていくだけですよ、だから昔の歌ってみんな言う歌だってみんな言うけど、それはそれ以外のなくなっちゃったんですよ。厳選されたやつが。そうです。だから真言宗とかのこういう法要とかっていいものが残ってるんですよって思われるんですよね。はいはいはい、分かりやすいですね、はい。まあ、だからあの今やっているので、多分まあ、私がやってることでなくなっていくのもあるだろうし、残っていくものもあると思うんです。はい、